わしやがなマフィア梶田です。わしやがな中村一です。坂野岡です。はい、よろしくお願いします。壮観ですね。トランスフォーマーの連中がこんだけ集まると。彼らに、うん、彼らはサイバトロンでしょ。サイバトロンです、はい、彼らに新しいお友達が遊びに来て、ついにまた増える、うん、ドイツかな。サイバトロンってことか。新しいお友達はね、うわ、まあ、メガトロン、ディセプティコンじゃねえかいわゆる敵型ですね。ようやく敵が追加されましたか。ついに来たよ。今回特別にまたロボセンさんに、はい、サンプルのやつ で、ね、まだこれが本ちゃんのやつではなくて、まだ改良が入るかもしれないけど、うん、現段階で完成してるやつを、この次にもう一回プロトタイプ挟んでようやく完成らしいですね。そうです。すごいね。見て、戦車なんだね今回。戦車なんですよ。いや俺らずっと話してたよね、銃になるからどうすんのって。そしたら、そうね、日本で当時やってたアニメの最初の方のやつは、うん、ワルサーになってたんだけど、うん、そう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 、なんか現行だともう戦車で統一されてるらしい。らしいっすね、うん、めちゃくちゃかっこいいかっこいいのよ。ちょっと出すよ。でかいなでかい、重そう。でかくて重そう。重いです。重いです。すっごっ。やっぱ過去のシリーズの中でもかなりデカめの。すっごい、これ半端ねえな。あとさ、戦車のデザインとしてもかっこいいよね。かっこいい、かっこいい。今回、ね、目玉になりますのは、うん、このトランスフォーマーの周年を記念しました、うん、メダルがついてまして、メダル、記念メダル、これね、40周年メダル。あらららら、ら、いいじゃないですか。いきますよ、うん、どうしたグリムロックがなんかテンション上げてます、ね、グリムロック40周年だって40周年だよって。ステイ、うん、はい、なんと真顔のメガトロンのまあいいじゃないですか、アメリカの偉人みたいでこれいいね。これはディセプティコンが世界を支配した後の発行コインですね。通貨になるやつね、うん、で、こういうの使うんだね。うん、おお、なんか勇者ソードみたいなの持ってるんです ね。ちょっとメガトロンかっちょいいな。なんと、ね、もうプラスドライバーで、てかドラゴン殺しくらい、うん、そうね、ドラコロだねこれドラコロって略し方。あと見て、あ、うわー、ガンダムハンマーみたいなやつね持ってんのよ。これなんて名前の装備なんだ。メガトロンハンマーメガトロンフレイルかもしれない。メガトロンフレイルか。あ、おい何してんだ。そいつちょっとおとなしく出しといてその後落ち着きがないんですよ、さっきからずっとこいつは。じゃあ何はともあれ起動させますよ。はい、起動しましょう。 I am Megatron, leader of the Decepticons。 邪悪な声、砲塔が出てくるんですよ。めちゃめちゃえ Of course I'm functional。どうしよう、なんて言った今、アクチュアルのファクションだなって。 Of course and functional。 日本語で OK。 動くねってこと。でこれ見て、うん、あ、お、古き良きバネ式の見て、マートヘイトがすごいオプティアムズに対するヘイトがすごいよ。これでずっと練習してるんだ、うん。こうなるとさ、もうなんか想像できるでしょ。うん、行くよ。ああ、頼みますよ。行け、メガトロンファイヤー。うわー、中村。上だけを狙えって言ったのに。上だけを。こんだけ弾でかいと当たるで。そりゃ。まあ悲しいことにリアルなコンボやびくともしてないんだよ。まあね。でもさ。かっこよくない？めっちゃいい。音もいいし。音もいいし、リコイルし、ね、リコイルしてんだよね。そうそうそう、ちゃんとね。ガチーンってやつがいいですね。ね、どんだけヘイト溜まってるの？いや、ちょっとこう気に入っちゃって。しかも操縦できるでしょ、そういうラジコンみたいに。もちろん、うん、いつも通り。Take no prisoners。 だからいつもこっちがだから喋りまくるんだよね。Blast them! Retreat! 中村が乗るの？みんな乗せます。みんな乗るわ、多分。おう、これ砲塔回るのかな。砲塔はさすがに回らんやん。僕じゃ砲塔は回らないんじゃない。戦車兵みたいに。そうだ、パンザー4、パンザー4。ちょうど3人組だしだ、うん、よし、いいぞパンザー4。わしゃがな3人。
ムム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 ムマスター自責的この3チームマスターイエーイマスター超ご機嫌マスターいいねいいですねリトリートそろそろじゃあちょっと打ってみてくださいその状態でバーンとその状態で打つの、うんおお、入ってなくてもね、まあ、この演出として打てるから。うん、おお、いいねかっこいいよね。かっこいい。やばい、メガトロンすげえいいかも。さあ、じゃあ、うん、そろそろね、皆さん見たいと思うんで、うん、もうトランスフォームしてもらえますか。バンブルビーがだいぶ疲れちゃったんで。バンブルビーほっとくとこういう風になるんですよ、こいつ。じゃあ、いきますよ。トランスフォームしますよ。うん。いきますよ。I am Megatron, leader of the Decepticons. かっこいい。足長ない。足長いね。うん、足長いな。改めてちょっと横に立ててみましょう。よいしょっと。そうね。バンブルビーどうした？どうした？お前はなんで勝手に電池が落ちる？あれだね。その、うん、悪さに変形してた時の、うん、フォルムはしっかり残ってるけど、うん、戦車になるっていう感じなんだね。うん昔はここはなんかスコープだったからさ。でかいなメガトロン。顔がでもだいぶ、なんていうんですかね、うん、人間っぽいんですよね、メガトロン。そうだね。メガトロン口パクあるからね、うん。ですよね。で、この胸のところにタッチマークついてるのが今回の新しい機能で、そうそうそうこいつタッチでもいろいろとリアクションをしてくれる。後ろにもあるんだよ、これ。本当はケツにもあるじゃん。なんていうの、なんでケツにタッチマークがついてるの、いつ使うやつだったの。お尻タッチすると、やめろって言うのかな。じゃあ、ちょっとタッチしてみますね。うん地球の皆さんこんにちは。なんでお前じゃないよ。タイミング良すぎる。急にポップな声で喋るなと思った。加藤製造さんだったのに。メガトロンが言うわけねえだろ。そこら辺だね。ダメージ。おっとおっと。なるほど。これなんて言ってんのショーン。ダメージ。ノー。ノー。それはそれはわかる。You pay. You pay for this. You pay for this. どういう意味？殺すぞと。超ストレートじゃん。怖っ。ぶっ殺すぞって言ってんの？マジか。ケツ触ったらそれは言うか。What's wrong? どうしたんだ ？What's wrong？ 腰こうやってしたよね。はい、そうですね。メガトロンってこれやるの？バンブビーが。はいやるね、バンブルビーもやってる。I don't like that. I don't like that at all. I don't like that. I don't like that at all. 本当に大嫌いって。あ、ケツ触るとやっぱブチ切れるんだ。嫌なんだね。お尻触るの嫌なんだね、メガトロンも。これやってみよう。うん。音声コマンド頑張ろうよ。よっしゃ、じゃあ、まずは、行きますか。はい、メガトロン。はい。ダメージ。なんて言ってんの？ダメージって言ってる。はい、メガトロン。What's wrong? Open fire. Do as I command. 来た？来た？おお。おお、かっこいい。おお。No mercy. おお、かっこいい。かっこいい。笑う。いいね。この携帯だとこっち側からなんか出すんですね。そうみたいね。なんかビーム兵器かなんかかなこれ。面白いな。もう一回聞いてみよう。Hey, Megatron! All hail Megatron! All hail Decepticon! こいつ機嫌悪いなメガトロンだけありますね。なかなか言うこと聞かないです。やっぱりメガトロンが言うこと聞くわけないじゃん。ほんとですね。うん、でもとにかく俺は自分の声で反応一度でもしてほしい。うん、hey, Megatron!お、怒ってません？切れてます。怒ってませんもう。Hey メガトロン。Hey メガトロン。Hey メガトロン。What's wrong? おお、いたいた。Happy birthday. I am the leader of the Decepticons, Megatron. If you are willing to join the Decepticons, then I will wish you a happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. おお。Thank you.
treat you to my cannon barrel. なんでや。え、笑わせに来た。笑てるで。からかわれたの。意外と面白いやつじゃねえかお前。これちなみにショーンこれなんて言ってんの全体的に、まあ、メガトロン。さっきはもしディセプテコンとのグループをジョインするんだったら俺は歌ってあげると。おお、なるほど。じゃあディセプテコン仲間、お前は仲間になるんだなって話かこれ。うん、いいな。歌ってくれれば歌ってあげる。どうやら中村さんの声が気に入ってるみたいですね。もう一回やってください。Hey メガトロン。もうダメ。もうダメ。Hey メガトロン。What's wrong? おお、いったいった。ビクトリー。感情豊かやなこいつ。この後足元救われそう。やられちゃうやつ。うん。ビクトリーは俺のもんだ。ちょっと俺も反応してほしい。Hey メガドローン。Hey メガドローン。声を合わせてほしいわけじゃないんじゃない。Hey メガトロン。What's wrong? Tron。はい。Tron。Tron。Fusion Cannon。これがフィクション。フュージョン。フュージョンの力を見せてやる。これフュージョンキャノンだよね。つまり融合ってことは核融合エネルギーだよね。ちゃんと干渉しないように打つの。いやそうだよ、これがクイック動いてね。トロン、そう、 T を、うん、トロン、トロンのとこめっちゃ大事っぽい。トロン、なんかこれ英語の回だ。はい、メガトロン、英語の勉強の回なの。はい、メガトロン、こんなじゃん。違う、あ、いた、違う、ノーって言われた。はい、メガトロン、はい、メガトロン、はい、メガトロン、トロン、英語が難しいって。ちなみに豆知識なんですけど、英語の声優さんはフランク・ウェルカーさんといって、はい、46年の3月12日生まれ、結構ね、ご年配の方ですね。まあ、昔からやってるってことでしょ、ね、コロラド州デンバー出身で、愛称がですね、ボイス・アクティング・ゴッド。神なんだ。つまり声優神です、日本語訳ですと。そうなんだ。覚醒してる。アメリカにいました、声優神は。覚醒してる。これ、中村さん進行しないとダメな対象っすね。ボイス・アクティング・ゴッドっすよ。言うこと聞かないがいいよ。はい、メガトロン。What's wrong? おお。Execute! Play! Sound Wave! メゾナ Sound Wave! 出た、あ、サウンドウェーブ。Hey, メガトロン。美少女フィギュア持ってきて。おお。かわいい。ガデモン、ここでね、ちょっと一個、うん、ちょっとね、うん、対オプティマス戦の、対オプティマス戦の何かがあるらしいので、ちょっとそれを見てみましょうよ。はい、バンブルビー。おい、来た。おい、お前は日本語で安心するわ。おい、来た、うん。これで、いきますよ、じゃあ。おお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 、お前が負けるんかい。負けました。やっぱり正義が勝つのか。毎回勝利パターンはこいつが勝つ。
それはそう。それはそう。面白い。面白いですね。何これ。Stand aside, weaklings. No. なんて？写真を撮ってくれる。写真？歌手が写真撮ってる。禁煙写真モードだって。マジか。What's wrong? I urge you to do the right thing. Dummies.なんで写真撮ってる？いや、ポーズ撮ってるでしょ？仲いい？仲いいな。仲いい。グッドムーブって。メガトロンが奥松を作る。ああ。意識してんだ。めちゃくちゃ撮るじゃん。ちょっと終わる。正面。マリアルモード。今の正面でもう一回見てみようか。なんか今の正面っぽいよね。正面っぽいですね。Stand aside, weaklings. No. うん。うんうん。What's wrong? I urge you to do the right thing. Dummies.平和だなぁ。おぉ決まってるね。やっぱすごいな、このおもちゃ。いやすごいね。いや、すごいわ。で、まだ当然発売されてないからないんだけど、うんうん、はい、いつものようにその動きのプログラミングもできるし、うん、それを作った有志のをダウンロードして、いろんなこの、まあ、新しいアクションさせることができるっていうことっすよね。前なんかあの格闘技とかそうだったよね。ねえ、エレキ、カンフーみたいな。エアギターとかさ。うん、もんだ、このボイス認識がマジで英語の発音鍛えないと、うん、一応ここで、うん、あのもう手入力でいけるから、あ、いける、やってみようか、いろいろ見てみましょう。順番に見てみましょう。イントラデュースヨーセルフって何すか。こんな長いの言えるわけない。自己紹介。ああ、そうなの。これかマイク使ってるよ。本当だ。こいつこんな面白いやつなんだっけ。なかなか話の分かるやつですね。No surrender。 じゃあ行くよこれ、はい、武器系のやつ全部行くよ、ええ、うう剣撃アクションですね。止めてみろよ、フライド。うん。って言ってんだ。次。おお、すげえな。ブンってくるから危ない。すげえ。ハンマーの挙動がちゃんとしてるわ。うわ、かっけー。次が、うん、おお、なんかこれなんだ、ちょっとかっこいい系の、うん、ポーズを取って。え、どうしたどうした、負け越しが命乞いか。いや、手間手打ちしたんだ。メガトロンって結構卑劣なんだね。あ、卑劣ですよ。悪のカリスマ的なやつではないんですね。いや結構卑劣で人間味のあるやつなんですね。いいなこのハンマーの挙動。いいな、ハンマーいいね。うん、うん、to control the planet.
universe! ちょっと勇敢な戦士たちとメガトン戦わせましょう。さっきのハンマーの挙動で勇敢な人類の誰がやられるかな。ハンマー挙動どれだろう。勇敢な人類の戦士たちとで。うわ、怖え。早くもう一人。おー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 、なんか助かってる。おーおー、ラッキーラッキー。ムカつくわ。なんか知らんけど俺ら助かりました。俺だけやられてるやんけ。言ってた、ちょっと武器系外すよ。うん、言ってたあれあった、スタースクリームのコマンドあったから。え、あった、見てみよ う。スタースクリームこれ。なんつってる？メガトロンがスタースクリームに言うセリフっつったらなんとなく。どんな感じ？全くこのスタースクリームメガっていう感じ。おー、すごい。なんか横浜のガンダムを見に行ったみたいになってる。そうだ。おー、かっこいいなー。すごいなーこれ。覚えてるなーって。あとはハッピーバースやったからハッピーホリデーってのやってみてほしい。ハッピーホリデー。あ。また銃かよ。終わり。なんとかヒューマンって言ってたね。人間って。じゃあ最後に。何危ない危ない危ない。おー、ギリギリ止まった。右出してくるやん。おー、すげえ。すんげえ。あー、これ解釈の好きなフレイル手動でいけるわ。おお。フレイルボタンがあるから。いいね、フレイルもう一回戻してみましょう。これ実際のサイズ差とかもこんくらいなのかな。結構でかいよね、うん、なんか近い気がする、うん、これチキンです。メガトロンチキンです。誰が誰が命知らずの遊び。また俺だけなんで俺だけ綺麗に中村だけがぶっ飛ばされる。お前らもお前らもお前らも行け。やめてくれ。行け。やめろ。だ。惜しい。やばい。いろんな意味でメガトロンは中村のことを意識してる。いやもう絶対当てろ。絶対当てろ。絶対当てろ。メガトロン様お助けよ。行け行け。くそ。もうちょっとこっち。もうちょっとこっち。もうちょっとメガトロン様もうちょっとこっち。どんだけやらせたいの。これやんないともう終われないから今日。危ない危ない危ない。リアルな顔なる。二度目だ。行け。よーし。よーし終わった。終わったってなんですか。何が終わったんですか。はい、俺らの命が終わりました。ってことでね。はいはい、まあ、ついに出るということで。メガトロン。これたまらんすな。俺今まで出た中で一番好みかもメガトロン。そのハンマーとかも含めて。うん、挙動がめっちゃおもろい。今までおもちゃでこんなハンマー振り回す挙動を再現したことありますよね。ないっすよね。うん、で、うん、戦車だからかどうか分かんないんだけど、うん、モーターの数とかも、うん、この以前出たオプティマスとか、うん、まあ、バンブルビーたちに比べるともう増えてるみたいで、うん、かなり可動域も上がったり、うん、パワーが上がったりしてるみたいなので、たまらんわ。そこら辺も楽しんでもらいたい一体になっております。野田さん、完成品もちろん水分もらえるんですよ。そんなうなずいたうなずいた。ゲッチとできた。恐ろしい男だね。ありがとうございます。敵に回さんでよかった、ね。はい、ということでね、気になる方チェックしてみてください。チャンネル登録 X をフォローよろしくお願いします。高評価とメンバーシップもよろしくね。お願いします。